じゃあスギちゃんに質問ね、はい、大輝は大輝でも俺の方が大輝だと思う自己アピールを教えてください。自己アピール、うん、どういうのがいいの、どういうのがいいのどういうのがいいそれはだから自分でだから何、例えばなんかあるじゃん、 MVP 取ったとかさ、ルヴァンで。いや俺そういうの好きじゃない。好きじゃない俺が言っちゃったよ俺がスギちゃんの何、なんかない、俺の方が大輝らしいところ、すべていや俺スギちゃんに負けてないと思うけどね全然。まあ大輝と言ったら俺ってなるようにしたいね、うん、あ今後ね。そう、それは俺も本当は負けたくないね、うん、同じお互い様です。そういうことで、はい、じゃあいいよ次。次俺ね、うん、俺顔どうかわかんないけどサッカー少年小4の親です。3歳からサッカーをやってますが、最近ポケモンに頭が支配されました。どうしたらサッカーに戻るのでしょうか。プロになると口では言ってます。はい、アドバイス。まあ僕も小学校4年生とか時は結構ゲームとかハマってたりしたんで何とも言えないですけど、うん、でも全然いいんじゃないかなって思っちゃいます。いいの思っちゃう。だって楽しいもん、楽しい。いや楽しいけどさ、だけどハマるものはハマってるけど、サッカーをやるときはちゃんとやってた俺は。うん、じゃあそれでいいんだ。うん、だからポケモンハマってるけど、サッカーをやるときだけはサッカーほんと集中してやってたと思う、うん、だからそうすればいいんじゃないかなって思う特にアドバイスになってないでしょ。だからサッカーをやるときはサッカーに集中してちゃんとやって、うん、まあ遊ぶときはしっかり遊んでもいいよっていうメリハリが、メリハリがあればいいよっていうだそうです。はい、だそうです、はい、じゃあスギちゃんにとっての勝負飯とかってある？勝負飯は特にはないですね。つまんないねえのかよ、うん、そういうの決めるの好きじゃないから。あ、ルーティン化したくない。ルーティン化したくないから魚を食べるってぐらい。あ、それでいい。それでいい。あるじゃん。それでいいか。え、それは何？試合の前の日とか。前日の夜は魚。あ、って決めてんだ。うん。じゃあ毎日魚が出るわけじゃなくて。毎日じゃないけど。それは別にコンディション的な問題。まあ確かに。あれしてね。別に。前日は魚を取る。まあまあ勝負飯ってことじゃないから。そんな感じです。了解です。はい。